小沢正樹は、日本の政治家、実業家、岩手県欧州市長、元欧州市議会議員、元水沢市議会議員。2011年、東北地方太平洋沖地震に対するゲザースバーグ、市からの未満品設置式にて、イ波ハトブ宇宙実践センター理事長、大江正史と岩手県水沢市出身。水沢市立水沢小学校、水沢市立水沢中学校卒業。 1977年3月、岩手県立水沢高等学校卒業。1983年3月、東京経済大学経営学部経営学科卒業。同年4月、婦人福祉の小売店である、株式会社もみじに就職。1985年12月、家業の婦人福祉の小売業、有限会社、小沢美由紀に入社。 1999年4月、水沢市議会議員に初当選。2003年、再選。2006年2月20日、水沢市は、江差市市、前沢町、伊沢町、衣川村と合併し、欧州市となる。同年3月19日に行われた、欧州市議会議員選挙で当選。同年、初代欧州市議会議長に就任。2010年3月14日に施行された、 欧州市長選挙に無所属として出馬し初当選した。この選挙には、小沢のほか、現職、相原正明が出馬。欧州市は、衆院議員選挙岩手県第4区にあり、民主党の小沢一郎幹事長の地盤である。両立候補者は、小沢系列を掲げており、小沢一郎講演会は表向き、中立、不介入だったが、2月17日夜に揃って、 新人支援に回った。告示目前の異変に両人名に波紋を広げた。欧州市内の小沢一郎講演会は、夏の参院選を控え、異根を残さないように都市長選での中立を取り決め、個別候補支援の組織的な動きが、これまで表面化することはなかった。選挙期間中には、民主党所属の岩手県議会議員の大川幸子と、京宇根広氏。 旧水沢市長の高橋光雄が応援に駆けつけた。得票は46,157票で、現職、相原の33,537票に12,600票の大差を付け初当選した。投票率は77.34%だった。優しくに事業配分が偏っていたことを指摘し、旧市長尊間の対立感情を巧みに刺激したことも大きな勝因であった。 2014年3月14日、元市健康福祉部長の小野寺隆義を7,948票差で破り2期目の再選。2018年3月11日、元市議ら2名の候補を破り3回目の当選を果たした。市長選時の政権公約では、総合支所方式から本庁方式への転換、総合支所の再編による支職員数の削減。 国際リニアコライダー建設候補地として、ふさわしいまちづくりの実現などを提唱している。岩手県炭鉱地域で、中核医療を担う欧州市総合水拓病院について、市は、東海の恐れが指摘されているとして、2016年11月18日、2021年の会員を目指す、新病院の建設計画を、審議会全員協議会に報告した。しかし、 地元の医師会、歯科医師会、薬剤師会は、地域医療計画の全体像が見えないなどとして、有識者会議を数度にわたってボイコットした。膠着する事態を打開するために、小沢は、2018年の6月定例市議会で、現病院の応急補強工事を提案。中井清志委員長はこの方針に、補強工事をすれば、いつ会員できるかわからなくなる。 市長は新病院を建設する努力をしていないと不満を表明し、同年6月退職届を小沢に提出した。同病院の小児科診療は中原委員長が35年以上常勤医として従事してきたが、2018年11月末をもって小児科の休診が決まった。これにより入院患者は森岡市、北上市、一関市の病院に引き継ぐこととなった。 さらには、小沢と院長の対立の影響で、上勤の内会4人のうち2人が2018年度中に退職することとなった。ありがとうございます。